さて今日の K ナビはテレビ北海道第一スタジオから日経札幌景気討論会の模様をお送りしていますでは続いて8月に出されましたこのようなデータをご覧いただきたいんですけれども国内と道内それぞれの総生産伸び率を比較したものとなっています 青が全国赤が北海道となっていまして2018年度2019年度まではほぼそれぞれ横ばい北海道でいうと微増となっていたんですがこの先2020年度の見通しはといいますと全国でマイナス5.3北海道でいうとさらに大きくマイナス6.4下がる見通しとなっています中でも特に個人消費の落ち込みが大きいということで全国ではマイナス5.2北海道ではマイナス6.3という見立てになっているんですね えー、ここでも VTR がございます、えー、まずはこちらからご覧ください北海道が誇る観光産業コロナ禍の損失は数千億円に及ぶとの試算もこうした中着実に数字を伸ばす観光メニューも豪華観光列車 JR 北海道と東急が連携して先月、北海道で初めて運行した料金は1人68万円と高額にもかかわらず150人の応募枠に1200人以上が集まる人気ぶりを見せた消費の現場でも特徴的な動きが苫小牧の住宅街にあるコンビニセイコーマート。

セコマは外出自粛で来店頻度が減る一方客単価の上昇で売り上げは去年並みを維持できているというオフィス街のお店はあの相変わらずやっぱり苦戦してますし観光地は苦しいです。たたただだこういっっ住宅地だったり 生活感染の道路沿いのお店は家庭内での需要が非常に増えてますのでその分でまあカバーされてるというようなイメージですかねこうした需要を逃さぬよう店舗スタッフは品出しの頻度を増やしているというコロナ禍のニーズをどう見分けどう工夫を凝らすか企業の対応力が問われている、えー、暮らし方や働き方というのも広がり始めていて。 それぞれ慣れていけばいろんな需要が広がっていくんじゃないかという期待もあると思います、えー、地元の経済の状況についてお、えー、詳しいお二人からまずお話を伺いたいと思います観光業では北海道を訪れる雷道者数これがですね、5月に前年比9割減少したという状況ですすすきの駅の20時から24時における滞在人口これが前年に比べて 5月の第1週がです、ね、約8割減少とと逆にに、ねえー、好調な部門もあると消費に関してです、ね、それは何かというと、えー、巣ごもり消費需要が拡大したスーパーマーケットそして自宅で快適に暮らすための需要があったホームセンターここは2ヶ月連続で前年を上回るということでこの7月も好調を維持しているということで。 とととと案があるいいいううううことだろうというふうに思います私たち金融はですね今、まあ、道内の企業の資金需要にしっかり応えて資金繰りを回すというところに最大の努力を行っているところでありますて真谷会長からご覧になってです、ね、このコロナ後の消費の動向を中心に道内の経済状況これどうご覧になっているかお話しいただけますでしょうか。 先ほど VTR でご紹介ありました1人当たりの買い上げの点数ですねこれはこのようにコロナ禍が言われた3月をきっかけにしてずっと増えてきておりましてこの2019年の10月と比べるともう111%ほどの高い伸びを示しております。で北海道の場合はですね GDP といいますかね総生産に占める 個人消費の割合が非常に大きい全国が55%程度だと思いますが北海道の場合は62%が個人消費が占めているというそういう地域なだけにこのようなその生活の様式の変更っていうのは大きな影響を産次産業を中心に及ぼしていくだろうというふうに思っていますまそういう課題を踏まえた上でじゃあどういう明るい兆しがあるんだろうかということなんですけれども キーワードとしてはですねこれあの私どもがあのセコマの、えー、通信販売をやっている、まあ、EC 市場の伸びなんですけどもあのこのようにですねコロナ以降の3月からものすごくこう高い伸びを示してですねピーク時は322%まで。 あの上昇してますでこの上昇数字も大きいんですけども注目していただきたいのはこの青と緑の棒グラフの方なんですねこれ何かっていうと北海道のの方がが通販でで申し込まれた比率16.8%すで北海道外の方が83.2%おりますのであのこのように北海道外の方の申し込みは非常に大きいキーということが言えると思います。 ここは非常に北海道の強みでありまして物販でいうとこの e コマースの市場っていうのは大体11兆円ぐらいありましてそのうち食品っていうのはまだ2割程度なんですねだからあの北海道の非常に豊かな産物農産品も含めましてですね水産畜産いろんなものがありますがこういったものが今後この e コマース市場の拡大とともに これは新生活様式の一つなんですけれども、この拡大とともにあのもっとここを増やしていくことができるんではないかというふうに思っています。これは会社の経営戦略あるいは人材の配置、えー、資源の投入の仕方でですね、これから変化をもたらしますでしょうか。はい、あのまず、えー、夜が非常に深さがなくなってしまったというところはですね、あの私ども各店舗のシフトをこう 昼間に集中しして投入したりそれから日中あの、えー、とホットシェフというあの店内で調理しているコーナーがあるんですけどもそういったところも夜を,をあの深く作るのではなくてもう少し昼間にこのシフトを集中するだとかっていうことはこれもすぐ変化をさせましたあのこ,こからはですね、普段は東京にいらっしゃるお二人にお話を伺いたいと思います。 日経センターの稲葉さんあの北海道経済の特徴およびです、ね、今度のコロナの問題を受けてどのようなその日本経済全体との違いがあるのかその辺りを中心にお話しいただきますでしょうか私はコロナの生活によって新しい働き方新しい遊び方新しい暮らし方を私たちは体験しましたコロナ行動様式とでも呼べるかと思います。それらの中で 魅力的だったものやあるいは導入にすごくコストがかかったものっていうのは今後も続くんですで一方で供給体制ビジネスラインビジネスモデルといわれるものが圧倒的に変わったかというと変わってないんですねしたがって何が起きているかというと需要と供給の不一致が今起きていますで経済の課題は経営資源物金情報そういったものをですね。あともちろん人ですね そういった経営資源を再編していくことが今日本経済には問われていますで、その一つ目は異常気象とか猛暑台風の面で北海道はとても有利であるということですまあと地球温暖化ゆえにいいことかどうか分かりませんが雪,雪も減少していくはずです日本人が住む場所としてまた日本企業が拠点を置く場所として北海道の魅力は着実に高まっていくというふうに思います二つ目は 広大な土地と整備された交通インフラがあり、このおかげでデータセンターの建設予定地として非常に優良であるということです。で、世界中でですね。今、データセンター建設ラッシュが起きているわけです。で、世界でやり取りされるデータのうち、日本に占める割合は今年でだいたい2 5。.5% ぐらいなんですね。で、我が国の経済規模に比べるとすごく小さいシェアです。で、これは？ ああ我が国にデータ利用の拡大余地がまだまだあるということのみならず、我が国においてもデータセンターが今後増えていくだろうということを示唆すると私は思っています。北海道の広大な土地、整備されたインフラ、さらには涼しい気候、こういったものはですね、データセンターには好都合であるということを強調したいと思います。北海道の経済の現状と課題について小林さんのご意見をお伺いしたいます。 北海道が強いということで他からそのあらの北海道に需要をどん,どんどん取り入れるということはこれはあの需要を取られている側というのも当然あるわけなんですよね。そのまあ全国レベルで考えていくそういう視点というのはやっぱり必要なんだと思いますこの点はしかし日本全体の中では強みとして生かせていけるという感じもするんですけどはい、はい、そうですねあの一時的にです、ねえー、そういった地域に、えー まああの企業のその機能をこう移していこうとかですね、まあそういう話もあるんですけど、これひょっとするとですね、コロナの問題っていうのが落ち着いてくるとピタッと終わってしまうかもしれないということはえっとあるんだと思います。あの外から人を呼び込むよりもですね、流出がどん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 あのついてるそういった地域はまずは流出を止めるということですよね。で流出を止めるようなことができる、それだけそのあの住んでいる人にとってもですね、魅力的なあの地域っていうのを作ることができるようになって初めて。 人を呼び込むことができるということだと思いますのでまずはそこからスタートということなんじゃないかと思います最後はです、ね、今年度の景気の見通しと年末の株価や円相場などを予想していただきます。